グスタフ・アドルフ・バウアーは、ドイツ国の政治家。ドイツ社会民主党員。バイマル共和国初期に首相を務めた。1870年1月6日、東プロイセンのダルク・エーメンで生まれた。父は裁判所職員で、先祖は1731年に、東方移住した南ドイツからの移民だった。1884年に、ケイニヒスベルクの国民学校を卒業後、 弁護士事務所で初期として働く。1888年に大病して片足を切断した。1893年から著名な法律事務所で事務長を務め、1895年に労働組合、ドイツ事務員中央協会を設立。1902年に労働組合活動を理由に解雇されるとレストランを経営するが1年で辞め。 中央労働者初期局の代表となる。1908年からドイツ労働組合委員会第2初期を務める。1912年には新設の国民保険の監査役会長に選出される。ドイツ社会民主党に入党して、党内では右派に属し、第一次世界大戦を支持した。1912年、ドイツ帝国議会議員に選出される。1915年から、 議会財務委員。1918年、最小ガーデンコーマクシミリアンにより、労働調整無時間に任命される。1918年のドイツ革命による、バイマル共和国発足後、バイマル政権会議議員となる。国会議員の地位を維持し、1919年2月に、シャイデマン内閣に労働大臣として入閣。 ベルサイユ条約の受諾に反対したシャイデマンが首相を辞任したことを受けて、1919年6月より首相に就任した。同じく、ベルサイユ条約の受諾に反対したドイツ民主党が連立政権から離脱したため、社会民主党、中央党による連立内閣であった。ベルサイユ条約調印には賛成だったが、個人的にはその条件に反対しており、 就任当日は連合国側に条件面で抗議すると表明したものの新たな戦争を招きかねないという理由から翌日に撤回した。在任中はベルサイユ条約調印のほか鉄道を国有化しマテアスエルツベルガー財務省とともに財政改革を進めた。カップ一期に対する対応のまずさから党や労働組合の支持を失い、 1920年3月26日に首相を辞任した。首相退任後も、東友の後継首相、ヘルマン・ミュラーの内閣で、大倉大臣及び、交通大臣を務め、ビルト内閣でも大倉大臣として入閣した。1925年、汚職スキャンダルのため社会民主党を除名されたが、翌年党の審査会により除名を取り消されている。百二十八年を最後に、 国会議員を実施政界を引退。1933年のナチ党政権獲得の直後、脱税容疑で一週間拘留されたが、これは政治的冤罪と考えられている。以後は、公の場に姿を現すことはなく、第二次世界大戦中の1944年にベルリンで死去した。ありがとうございます。